フォルテでサンティアゴでセシンブラ張り出しあぐらは中世の城や城壁などの建築物で壁から張り出して上に向かって伸びている小さい塔。タレットの一種で壁から突き出しているものを指す。13世紀中頃から16世紀頃までの城郭建築によく用いられた。特に14世紀以降のスコットランドやイングランド北部で流行した建築様式である。 初期の張り出し、櫓の中には、壁面下方に長く伸びているものもあるが、中世後期以降の張り出し櫓は、城壁や城のグ部の橋壁より上に作られた。城を防御する側が隣接する壁に対して、援護射撃するための突き出た場所を提供するのに、使われた。大型の側冒頭に比して比較的安価に建てられる、ため、戦術上有利な地点に設ける。 必要不可欠な施設であった。土台がある側冒頭やタレットに比して、掘削される恐れがないという軍事的利点もあった。張り出し櫓は持ち送り済みで壁面から突出しており、多くの場合は円形断面であった。張り出し櫓の上部は強壁となっていたり、本体に狭間窓が設けられていて、射撃のための視界を確保していた。また、下部に 石や熱した油を落とすための出し狭間が開けられていることもあった。ありがとうございます。